奈良県に登場した仙人くんに万人くん、そして今日さらに新たなキャラクターが現れました。平城遷都1300年祭はどうなるのでしょうか。公式マスコット仙人くんに、市民団体が一般公募で選んだ万人くん、2010年に奈良県で行われる平城遷都1300年祭、すでに2つのキャラクターが存在していましたが、今日さらに新キャラクターが。名前はナームくんと申します。今後とも皆さんどうぞ一つよろしく可愛がっていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。このナームくん、聖徳太子をモチーフとしたキャラクターだといいます。発表したのは地元奈良県の仏教会、南東二六会。これまで事務局が決めた公式マスコット仙人くんに対して、仏を侮辱すると批判的な立場を取っていました。南無阿弥陀仏とか、南無法蓮華経とか、そういう南無ですね、仙人くん万人くん南無くんで呼びやすいって呼んでもらいやすいんじゃないかっていう、1300年祭にも大きくアピールしたいなと思います。奈良県の人たちは、可愛いといえば可愛いようなあんまりピンとこない私も私もってまたひょっとしたら出てくる可能性もありますよ。一方、仙人くんを公式キャラクターに決めた1300年祭の事務局では、万人くん同様新しいお友達が増えたという印象という一方で、1300年祭との関連がよくわからないと戸惑いも見せています。